奴を追ってる理由は何なんだ。あいつはビビロ生成用のタバコの葉を全部チェックしてる。奴を消せば葉っぱの納品はできない。しのぎを潰された小さなナポレオンはアントンおじさんの前で大恥をかく。これどう攻め込む。奴を見つけるまで兵士を殺す。それでもっと兵士を殺す。シンプルだ。気に入った。逃げられないぞ。エンジニアを見つけた。これは撃てないな。大事な話をしよう。
してるの？ひどい面、まさにクソったれの弟。弟？追ってたのは弟なのか？こいつは誰だ？なんで言わなかった？アレハンドロ、よして、帰るよ。クソくらえ。あれ？話せって。クソ。よせ。やめろ。おい。ちょっとアレハンドロ、どこにも行くもんか。前にも言ったけど、もう一度言うぞ。僕はカスティロを信じてる。ビビロとホセを信じてる。あの人たちなら。小さなナポレオンは奴隷商人だよ。あいつはイカれてる。僕をさらおうとしてる奴がよく言うよ。名前を変えようと、身なりを変えようと、あんたはまだモンテロなの。パパは未だにマチューテを持ち、あんたも5歳のままジャングルを駆け回ってる。人々を恐れさせる異名も持ってるんだろ。角？剣だ。そりゃすげえ。なんだよ、僕を誘おうってのか？パパが病気なの。知るか、パパはずっと前に僕を見放した。
家族って面倒でしょ。らしいな。ここで別れよう。パパには黙ってて。大丈夫か？うん。アレハンドロのことお礼を言ってなかったね。本当のこと言ってなくてごめん。いいさ、今はもう分かったから。軍の人間だって言ったら手伝ってもらえないと思ってさ。弟は裏切り者だから。ああ、でも家族だろ。そうね。時間ができたらまたキャンプに来てみて。新顔だな。銃なら誰でも撃てるが、キャンプ作りはスキル。どうも。元気だな。
んた情報は？もうすぐ物資の投下がある。早い者勝ちだ。一番乗りしてくれ。どうも。車が欲しい。ヤーラを徒歩で移動か。俺に乗ってけよ。ああどうも。了解。回収する。補給物資？ありがたくいただこう。
これでよし。あの連中は援護が必要かも。まだ先を越せる。よくやった。書類の有効期限が切れてるから使えない。まずい。Pensé que hasta aquí había llegado. ¿Quién es Luna? Coño, necesito un trago.
トラックを確保した。よし、じゃあ救助へ持ち合おう。了解。カルロス、もうすぐ着く。よし、トラックをガレージに入れろ。ああ。そう、うますぎだろ。黙って後ろに乗れ。了解。あそこに戻るのは脱獄して以来だ。昔は学校でな、うちの子供たちを通わせてた。塀の中にいたのは8ヶ月。いや、覚えてない。毎日鞭打たれて毒を吸いながらの重労働だったからな。地獄だな。ああ、でもミゲルのおかげで正気を保てた。息子同然の存在だったってな。タフなやつさ。我が子と思って育てたんだ。ボクシングも教えた。ね、おいおい。逃げるはどこだ。わからない。監視に連れてかれた。くそ、待ってる時間はない。行け、逃げるは見つける。ヘマしたら軍の全員が相手だぞ。大丈夫、一人前の戦士だ。行かれてるな。
見つけたらあの給油所に連れてこい。頼むぞ。そういえば、逃げるってどんな顔のやつなんだ？あのカメラが邪魔だな。Ugh!
カメラか。捜索しろ。外にいるぞ。警報器が壊されてるぞ。警報器に向かう。
これで増援はなしだ。逃げるか。空から来るぞ。ここから出よう。先導してくれ。カルロス、ミゲルを見つけた。なかなかできる観光客だな。じゃあ救助で待ってるぞ。オッケー。カルロスはどこだ。この先だ。のどこだ。給油所。いきなりで信用できないかもしれないけど、もう大丈夫だから。我々は家族のように愛し合う。だが、それは無条件の愛ではない。家族は互いに誠実かつ正直でいることが求められる。そして互いの歩調を合わせなくてはならない。一に迷う人がいたら、間違いを正してやるのがみんなの責任だ。リベルタードのテロリストは嘘をつく。我々の家族を混乱させている。ガルシア一味の嘘で物資を外れかけたヤーラ人がいたら、国家警備隊に通報してほしい。それは国民の他に待ってる奴はいるのか。質問が多いな。いるのはカルロスだけだ。もうすぐ着くぞ。来たな、セリオルヤラ。乗れ。いや、ブラザー、信じてたぜ。お前ら配給制じゃなかったのかよ。変わんねえな。まだ禁止か。すげえな。じゃあもらおう。ミゲル、すまなかった。もっと早く助けに行けなくて。忘れたことはない。くだらない話はよせ。やるべきことをやるだけだ。話は終わりだ。おい、そのギター貸せよ。よくやってくれた。最初はワニと同じくさばいてやろうかと思ったが、お前はモンテロだよ。そりゃどうも。じゃあパパーって呼ぼうか。黙って飲め。Oh.